おすすめを注文するときの4つのポイント。バーでは様々なカクテルが提供されておりますが、初心者の方ご来店されたとき何を飲めばいいか大変迷われると思います。その時はバーテンダーにおすすめを注文してみてください。その際に4つのポイントを意識するとあなたにぴったりのカクテルが提供されます。1つ目、アルコール度数です。アルコール度数が高いか低いか、ここをお伝えください。あまりお酒が強くない方は弱めでとおっしゃってください。2つ目は味の傾向です。甘さがある、さっぱり、苦味がある、酸味がある、こういったところをお伝えください。柑橘系でさっぱり飲めるものが良い、ベリー系で甘さがある方がいい、こういうふうなところを教えてください。3つ目は炭酸の有無です。炭酸が苦手な方もいますから、炭酸がある方がいい、ない方がいいというところもおっしゃっていただければと思います。4つ目は苦手なものがあれば教えてください。生姜の風味が苦手、ライムの酸味が苦手、こういったところを教えていただければと思います。この4つを意識して注文いただくとぴったりのカクテルが提供しやすくなります。バーに行かれた際はこちら意識してみてください。